い、ということで、ちょっとね、先にお伝えすると、本当にね、ちょっとこの動画ね、見応えないんですけど、動画上げようかどうかっていうのもちょっと迷ったんですけど、まあ、ちょっととりあえずね、上げました。撮影してるのが、まあ、12月の11日。ちょうど、ビッグバンミッション BM11 弾が稼働されてからちょうど1ヶ月なんですけど、この1ヶ月間ね、まあ、ちょっとあるチャレンジをしてました。このチャレンジっていうのがね、まあ、ビッグバンスクラッチ。あのね、限定金箔アバターカードを手に入れたくてね、11月11日から実は毎日、まあ、チャレンジやってました。ぜひね、もう1ヶ月経った時に、まあ、自分でね、特賞出したっていうことで動画撮りたかったんですけど、ちょっとね、今から、ちょっとある動画をね、見ていただきたいと思います。で、すべてのね、チャレンジ結果をちょっと撮影してきたんですけど、まあ、それ全部流してると、ちょっと長くなっちゃうので、まあ、あるところ早送りしたり、ちょっと編集したり、まあ、ちょっと部分的にね、お伝えしながらなんですけど、ちょっとね、まずはね、そちらの結果の方から、この1ヶ月の毎日、ね、チャレンジしてきたそちらの方ね、ご覧いただければと思います。では行きましょう。というね、ちょっと感じで、残念ながら特賞がほんと出なかったんですよね。特賞出したっていう動画絶対撮りたかったので、でそして、ま、何より、自分でね、金箔ゴールドアバター絶対に欲しかったので、本当にね、ちょっと残念なんですけど、まだね、終わってないと。まあ、今だね、1ヶ月経っただけで終わってないので、これからもちょっと引き続きね、チャレンジしていこうと思います。でも最悪、もう最悪最後は買おうと思います。ただ、店舗に1回寄った時にあったんですけど、僕の前に並んだ方がすぐにね、買ってしまったという感じで、やっぱり人気なのかなと思います。まあ、一応ね、ネットショップだったり、まあ、ラクマもエルカリ等を見ても、やっぱり2000円前後、未だにつけてるなという感じですね。1500円下手したら切ってしまったり、まあ、1500円台だったら、まあ、結構すぐにね、売り切れてしまってるので、大体相場としては、まあ、ちょっとごめんなさい、前後すると思うんですけど、まあ、平均2000円ぐらい、まあ、未だにつけてるかなという感じで、自分もね、2000円だったらすぐ買いたいなという、感じです。はい。ということで、皆さんはね、どうなんでしょうか？皆さん特賞出たんでしょうか？ぜひね、特賞出て、未開封のままね、まあ、すぐね、使うっていうのもいいと思いますし、未開封のままね、取ってコレクションしていくっていうのもいいと思います。まあ、早くね、ほんと当てたいですね。という感じでね。本当にちょっと冒頭お伝えした通り、本当にすいません。見応えないね、動画になってしまったんですけど、まあ、今回ね、こんな感じで終わらせていただこうと思います。今回ね、ご視聴いただき本当にありがとうございます。じゃあ、まあ、引き続きね、またチャレンジの方していきたいと思います。あと、このキューポケバインダーね、めちゃくちゃおすすめなので、まあ、よかったらね、ちょっと待ったらね、もう少し値下げするかもしれないんですけど、まあ、よかったらね、買ってみてください。まあ、ちょっと高いですけどね、公式バインダーちょっと高いですけどね、まあ、よかったら買ってみてください。はい、という感じでね、今回の動画はね、この辺で終わりにさせていただきたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。